サミュエル・イ・ディレイニーは、アメリカ合衆国の小説家、SF 作家。1960年代後半以降のアメリカにおける、ニューウェーブ、あるいはスペキュレーティブフィクションの代表的な作家の一人。愛称はチップ。日本での表記には、ディレイニーほかディレイニー、ディレイニーもある。言語トリズム、そして構成にこだわり抜いたスタイルを特徴とし、幽霊な文体で、 美しい光景と深い哲学的思索を描き出す SF 作家でも屈指の存在。暗有を多用することにも特徴があり、物語の裏に別の物語を読み取ることもできる構成について、初期の代表作エンパイアスターにおいて世界の多面的な解釈の意味で使われたマルチプレックスという語によって作品の多面的な読み方を示唆するとともに、 ディレイニーを象徴させることも多い。その作品には黒人にして、詩人、ミュージシャンであり、ゲでもあるという作者自身の複雑な経歴が反映されており、アメリカ黒人試作小説の尖閣者ともされる。ニューヨークのハーレム地区で、葬儀会社を営む父サミュエル・レイ・ディレイニーと、ニューヨーク私立図書館に勤める母、マーガレット・キャリー・ボイドの間に生まれる。 父方の祖父ヘンリー・ベアード・ディレイニーは、奴隷解放後に、学校経営者となり、米国政公会最初の、黒人司教となった。その長女、セアラ・ルイーズと、ジジョアン・エリザベスは、奴隷制以来の家族誌、セーディーと、ベッシー・アメリカ200年を生きた私たちを執筆し、ディレイニー姉妹として知られる。ニューヨークの富裕層の指定が通う、名門私立のダルトン校を経て、 ニューヨーク最南端の公立高校のブランクス科学高等学校で数学を専攻したが在学中の17歳の時に書いた最初の長編小説でブレッドローフ作家会議の奨学金を受ける18歳の時にセブンティーン市に作品が掲載されニューヨーク市立大学に進学するが1年で中退19歳で最初の SF 小説アプターの宝石を エースブックスに投稿して出版され、SF 作家としてスタートを切る。その後、テキサス湾のエビ漁船に乗り組んだり、フォークシンガーとしてヨーロッパを方向したりしながら創作を続けた。1961年にブロンクスハイスクール時代に知り合ったユダヤ系アメリカ人の詩人マリリンハッカーと結婚し、か目を設けた。ベータ2のバラット、エンパイアスターなどの初期の中編は、 当時 S ブックスから出ていた2作を1冊にまとめたエースダブルというシリーズで出版された。23歳の時に第7作として発表したバベル17がネビュラ賞を受賞して一躍注目されるようになった。23歳の頃に自殺衝動に駆られて精神病院に入院、退院後にはニューロークで天国の朝食というヒッピーコミューンに参加し、また同名のロックバンドで 演奏活動を行う。1967年に自伝的要素と神話の統合という試みを行った長編アインシュタイン皇典よび短編しかりそしてゴモラでネビューラ賞を受賞した。1968年には中編ジは純宝石の螺旋のようにで9号賞とネビューラ賞をダブル受賞。九百七十年から妻のマリリン・ハッカーと 共同編集でスペキュレーティブフィクションのアンソロジークオークを71年まで4冊を刊行、自身の新しい SF 感を打ち出した1974年にレズビアンの妻であるマリリン・ハッカーと離婚70年代から90年代にかけてはノンフィクションや文学批評も数多く手掛け1979年から87年には剣と魔法小説 ネベリオンシリーズも執筆。1975年に刊行された大作、ダール・グレンは SF 界内外から高い評価を受けて70万部のベストセラーとなる。この年からレスリー・フィードラーの推薦でニューヨーク州立大学の講師となり、続いてウィスコンシン大学、コーネル大学などで教弁を取り、2000年からはテンプル大学で英米文学と創作の専任教授となる。 2007年にはフレッド・バーニー・テイラー監督による映画白色の人またはサミュエル・アル・ディレニー氏の人生と意見が公開。2010年には J ・シャイブがダール・グレーを脚色した演劇都市の破壊者ベローナを全英劇場ザ・キッチンで上映した。クオーク。ありがとうございます。